前はガキに己の尻拭いをさせるつもりだったんだろう。なら今さら後悔するな。クシナが死んだのはお前のせいではない。ちょうど明日で。ナルト、ちょっと話がある。聞け。やっぱ思った通りだったわよ。十尾の陣中力にこんな弱点があったとはな。いや、仙人のこれならいけんぞ。仙人の力。ガマの攻撃ってのは戦術っていう自然エネルギーを使うんだってばよ。戦術覚えといてよかったぜ。よし、次は河津組手だ。まるで兄者と共に戦っているようだな。聞いたのは確かだが、回復して後ろを警戒しているようだ。そろそろ月読みの準備をし、掃除もしておくか。残すに値するものは何もない。この世はすでに死んでいる。おい、やばいぞ。四つも一度にあれを。四代目と足で二つはいけるとしても、他の二つは無理だ。お前の仲間がやらかしてやがるぞ。皆の者、諦めるな。俺もおる。俺の分身もおる。結界だ。おい、これってまさか俺たち。これで終戦だ。方法はたった一つ。あの木ごと外へ丸々飛ばすつもりか。させると思うか。拳を合わせてくれか。よう、わしの半身、元気にしてたかよ。そいつは何もできない。お前の母を守れもしなかった。己の部下も。死ねば終わりだ、この世は。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。行くぜ、父ちゃん。ああ。お前らのチャクラがあって助かったぜ。思った通りだ。結界に閉じ込めて。あれで結界内を俺たちごと破壊する気だ。俺たちの力であれほどの結界を破るのは無理だ。ならどうする気だ、ナルト。今はちょっち集中させてくれ。クシナはもうあったかい。本当に大きくなったよ。本当にいろいろ大変だっただろうに。大変なのはこっからだぜ、父ちゃん。これはナルト君の。これってさっきよりも強いし大きいよ。このままではまずい。結界の外へ出るぞ。お前らには俺のチャクラは渡してなかったな。そんなチャクラでどうにかなるのか。時間がねえ、早くしろ。これは九尾のチャクラも一緒に。そんなもので十尾の美獣玉四つからなる共鳴爆破に耐えられはせん。またこのチャクラが守ってくれたんだ。結界の外にいる。こりゃ四代目火影の飛来神の術で移動させたな。失敗の数の方が多いですから。まだまだこれからです。どうやって影分身の原理を利用したのだ。つまりナルトのチャクラに四代目のチャクラを接触させ、連合の皆に残っているナルトのチャクラと連結させた。今のお前ともっとゆっくりいろいろ話して。男はいちいち言わなくていい。母ちゃんのチャクラとはあったんだ。言いてえことは口うるせえ母ちゃんと同じだろ。もう分かってっからな。拳を合わせてくれっか。いや、クラマの力を借りればできないことはない。ナルト、
今のお前ともっとゆっくりいろいろ話して。男はいちいち言わなくていい。言いてえことは口うるせえ母ちゃんと同じだろ。もう分かってっからな。この感じ懐かしい感覚だ。まるでクシナといる時みたいな、そんな感覚。力が湧いてきたってばよ。戦術以外は効かぬということを忘れてはおらぬだろうな。お前もバカではない。そうでした。よし、お前は兄者以上のバカだ。もう先代のどのほかげをも超えてるぜ。だが気にするな、そこは心配いらん。お前は忘れているかもしれねえが、ペイン・ナガトってのと最後やり合った時だ。わしのチャクラが出すぎて、わしの力と仙人の力がうまく同調したことがあった。そういうお前は仙人修行の時にじいちゃん仙人との仙人の術邪魔しただろうが。それも気に食わねえ、この意地っ張り野郎。てめえ、最近わしのこと舐めてねえか。こら、親近感ってやつだってばよ。け、分かってるよ、そんなこと。術も準備しておくよ。これだと自然エネルギーの吸収が早い。ナルト、螺旋岩に戦術を加えてくれ。オーケー。ヤツの攻撃はわしたちのチャクラで受け流す。かってえな、あのクエは。くそ、この美獣玉に戦術を加えてやるってばよ。よし、いいぞ。やっぱり懐かしい感覚だ。これが今のナルト、これほどのチャクラを完璧に。お前はどこまで。早めに手を打つに越したことはない。一旦結界を止めるか。結界が消えていく。これでナルトたちと一緒に戦えるね。これが神の気比、その名も神樹だ。十尾の最終形態だ。ここにある全てのチャクラ、果てしない時の流れは本来の事柄に霧をかけていく。忍びが生まれたか知っているか、柱間。真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から神の柱。しかしそんな折、争いに勝つため真珠の力を得ようと、その禁断の実に手をつけ口にした姫がいる。最初にチャクラを持った人間だった。やがてかぐやに子ができるが、その若子は生まれながらにチャクラをその実に宿していた。チャクラの教えを解き、忍衆を始めた忍びの祖、陸道仙人と呼ばれた男だ。そう、何も変わらなかった。それどころかさらに争いは凄惨になったのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。お前は見えないのさ、さらにこの先が、先の夢が。多すぎる。これではナルトを感知できても意味がない。四代目、ナルトのところへ直接止めるか。話いやか。じいちゃん、夢だってのか。だがほんの少し違う。違
願うだと。この真珠のつぼみが開花したとき、花の中の目が天井の月に移り、無限つくよみは完全となる。そしてそれをなすの収まったのかな。じっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。